今日みんなが解いた問題ですけど、A イコール、この三次正方行列に対して、に対して、ファイ A と最終多項式 MA を求めるという問題です。まあ、最終多項式は求めるときにまた説明しますけど、まずファイ A ラムダはこれは簡単ですね。ここ0、0ですから。こうなります。それで、まあですから0、0ですから、ここがこの3行で4次展開すればよくて、ラムダマイナス2の こうですか。そうするともうすごく簡単ですね。ラムダマイナス2分の1マイナス2分の5の引く、プラス4分の1ですか、2分の1とマイナス2分の1のマイナス π だから。でそうするとこれはラムダマイナス2のラムダ2乗、2分の、足すと2分の6だから、ちょっとなんか変だな。間違えてますね。ここ2分の3ですね。ここ2分の3ですね。だからここ3で、ラムダ2乗マイナス、これ2分の8だから4ですか。で、2分の3かける2分の5を引く4足す4分の1ですから、4分の16でこれ4ですね。でそうするとこれラムダマイナス2の3乗になります。30個持つまでです。で、その A が M3K で、ファイ A ラムダが3乗だったら、可能性あるのは MA ラムダはラムダマイナスアルファ、ラムダマイナスアルファ二乗、アルファの三乗ですね。でこれこの場合はここにラムダに A を入れたら最初多項式ですから A マイナスアルファ i 三がいいですか。これはこれならば、A マイナスアルファ i 3が O3 になりますから、A が単位行列ですね。こんなことないですね。これ単位行列ないですから。となるので、MA ラムダは、ラムダマイナスアルファないですね。で、次これを試すわけですね。これかこれになっちゃうわけですけど、それで、A マイナス2はどうですか？A マイナス 2i3 ですか。まずこれ計算しましょう。でそうすると これだからマイナス2分の1 2分の1、まあこれ書くの大変だな。2分の1で2を引いたらここ2分の 1？ それで0、0、0になっちゃいますか。こうなりますか。で、これの事情は、これの事情、ちょっともうちょっと書くの大変だから、でも結局、こうしちゃった方がいいですね。こうですね。で、実は、だから、これ、一列の、
マイナス倍が2列と3列だから、これ計算、これだけ、これの1列を計算したら、あとは同じですね。で、そうすると、どうですか、これ、4分の1、ここはもう3列、左側の3列関係ないですね、これ0、0、0だから、4分、マイナス2分の1とマイナス2分の1で、4分の1で、2分の1とマイナス2分の1で、4分の1ですから、これ0ですね、ここ。で、今の計算、これ同じじゃないですか、マイナス2分の1、2分の1で、2分の1、1行と2行、左の1行と2行同じですから、これ同じですから、これ0ですね。だからもう瞬間的に、そしたらあとは、これの、いいですか、1列の、右側の1列のマイナス倍が、イエス3列ですから、ここの0、0、0のマイナス倍が本当は来るはずで、それは0、0、0ですね。計算する必要ないですね。というわけで、これ O3 です。まあ、ですから、これで、どうせラムダマイナスアルファの3乗、ケーリー・ハミルトンの定義から、ここに A 入れたら、0になるのは分かってるんですけど、その手前でもう、0になっちゃいます。というわけで、これから分かるのは、要するに、イデアル IA の、最小次数の非ゼロ元ですね。で、最高次が1だったんですね。で、そしたらこれがもうこれしかないですね。だから NA ラムダはラムダマイナス2の次乗っていうふうになっています。それで、まあこれはまあこの問題についてまた本当は冗談標準形の話をした方がいいんですけど、それは講義中にお話しましょう。